と身近に、もっと遠くへ。日本と海外を結ぶパートナーは現地にいる。あなたの挑戦をサポートする J-FORCE。 インドネシアからは岡本よりお届けいたします。今回ご紹介するのはバリ島東部にある神聖なる寺院ランプヤン寺院をご紹介したいと思います。ランプヤン寺院はバリヒンドゥー教の総本山ベサキ寺院と並び、バリ島で最も古く最も崇拝されている寺院の一つです。海抜1175メートルのところにある本堂はランプヤン山の頂上に位置しており、目の前にはバリ島最大のパワースポットである霊峰アグン山がどっしりと構えています。熱心な巡礼者は本堂までに至る1000段以上もある階段を上り下りし、神聖なる祈りを捧げることを日課としていますが、観光客は一番最初に現れる第一寺院に訪れることが一般的です。この第一寺院には太陽神が祀られた竜の階段が印象的な寺院があり、誰でもバリヒンドゥー式のお祈りを捧げることができます。またアグン山を背景とした素晴らしい写真スポットも外国人観光客には大変な人気を集めています。以上、インドネシアバリ島からはおすすめの観光地ランプヤン寺院をご紹介させていただきました。